はい、2017年の9月何日か、今日は大井町に行ってきましたわ。まあ展示会もあったんですけど、パシフィコで、まあいつもビッグサイトに行くとき大井町臨海線で通るんで、僕は間違えて臨海線で乗って行きましたら、最初310円かと思ったら臨海線に乗ったんで500いくらになってました。それで1000円以内で帰れないかとか心配しました。臨海線に乗ってしまいました。あれ品川から京浜東北に乗るのが安いんですね、310円。まあ大井町降りたことなかったです。今まで降りたことなかったんですよ。蒲田とかはあったかな、なんかなんかピオみたいな、なんとか大田区のなんとかセンター駅、大井町じゃなかった。山田電機いきなり大きな山田電機があってびっくりしましたけどね。伊東洋華堂があって、で商店街を南と北の商店街を歩いて裏の方まで行って、なんとかなんとかって、サンマルクがありましたね。それでまあ割とスターバーとかデニーズとかもありました。マックがなかったんですよ。100円の遠くまで行くとギリギリ100円しかあれ使えなくなる時あるんですけど、まあサンマルクで150円でパンと食べましたけどね。それでまあちょっと疲れてるんで、またちょっと小型カードに戻しましたけど、あのファンページっていうの1ページの半分はちょっと脳が疲れるとかいろいろあるね。まあ切るの、小型カードも切るのが大変だ、手が痛いんですけど、昨日スムージーやら何やらいっぱい買って、1万円分ぐらい買ったんですよ、スムージー4種類ぐらい。まあなんか300種類とか果物とかが入ってるから、まあ成分表に書かれてない、アルミノ酸とかに書かれてないような微量な微量栄養素みたいなのが取りたいんで、もう何種類も重ねてこれでやりました。微量、ちょっとだけ風邪薬もちょっと入れてしまいましたけどね。ちょっといろいろ漢方とかなんか脳にいいとかまた見えたんです。ということで今日は終わりました。明日は分かりません。